っくり解説星のカービィにベステンディング RTA4254、星2、2とついているが2作目ではない。ゲーム内容は王道を行くコピー能力を獲得したカービィが、新たなギミックとして3種類の動物に乗ることができるようになるというギミックを追加して、遊び倒すという感じのゲーム。例えばファイアーのコピー能力を獲得して、カービィ状態だとまっすぐ突っ込む感じの能力だが、フクロウの乗り物に乗ると、斜め下に突っ込むようになるとか、攻撃効果が変化する。そんな攻撃効果が変化する乗り物を3つ用意されているので、1つのコピー能力に対して4種類のエフェクトを考えなければならないというアイデア勝負な作品。乗り物に乗るという仕様上、今回のカービィはコピー能力を獲得しても見た目はすっぴんと変わらない。これはここをすっぴんと同じにしておかないと各乗り物に合った見た目も作らなきゃならなくなってドッター壊れちゃうからなのぜ。この RTA 動画は実質世界一位みたいなクッソ激烈にゲームがお上手なプレイを見せてくれるんし、このゲームで面白かったのは3種類いる乗り物のうちハムスターだけは一切出番が必要ないという不遇な扱いだという部分。昔住んでいた人にとてもおすすめな動画、ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。